Alright, let's see what this is. お前たち、杖は取り返したぞ。あら、国王様さらわれたんとちゃいますわ。おのれ、卑怯だぞ。ジモン、お前たち、ニャンダルの家来だな。え、僕たちは問答無用。うわぁ、oh, okay. That's cool. Let's go. Doing poopy poopoo damage, bro.Fireball! Use some of our provisions, I guess. Oh, just in time. Oh, never mind. Oh no, what am I doing?Old kite. Oh hex. It's drippy.He's gonna die. So just attacking with, what is it? Oliver, and then switching to...Oh, nice. Oliver. Just barely leveling up. Might be leveled up and level up. Nice.
Who are you calling a rat, you rat? お揃いですかな、エルダードゥークの皆様。よくぞ集まってくれた。ではこれより評議会を始める。本日の議題は言うまでもありませんな。そう、この予言の証明、奴の処分についてだ。ハルガイ、漆黒の魔導士よ。お呼びでございますか、灰の女王。一の国から来た救世主、奴の処分を命じる。世界を導く者、執行者としての務めを果たせ、ジャボ。条件がございます。なんと、女王陛下に対し条件ですと。申してみよう。はあ、恐れながらこの一件、すべてこの私一人にお任せいただきたい。特に評議会の皆様、手出しは無用でございます。我々と対等のつもりですか。自分の立場を何だと思っておる。ずいぶん大きく出たものね。管理者に意見する。ああ、騒がしい連中だ。静まれ、ジャボーよ。許可しよう。では、すべてお前に任せたぞ。救世主などという言い伝えを信じている者たちに知らしめてやるのだ。そんなものが存在しないということを。はっ、必ずや。救世主おれば、その心を必ずや染めてみせましょうぞ。絶望に。これが魔法の杖じゃ。ミーも若い頃それはもうこれで暴れまくったものだ。さあ、持っていくがよい。ありがとうございます、国王様。このことがあのお方に知れればミーもお前もただでは済まない。しかし、お前にかけてみたくなった。お前のそのまん丸の目にな。あのお方、ジャボーのことだね。そうはっきりと言ったらまずいじゃないか。まあそうだな。国王様、オリバーに杖を渡した以上、もう後には引けまへんで。まあそうだな。国王様、僕はきっとジャボーを倒してみせます。Obtained a magic wand. Does that mean I can open chests now? Ooh, frostbite.